本日は岩波書店から出ましたチェルノブイリ被害の全貌、この刊行記念のアレクセイ・ヤブロコフ博士の講演会にお越しいただき、皆さん本当にありがとうございます。私この講演会は予約とか一切取らず、もう来ていただいた方ということでしたので、どれだけの方が来られるか本当に心配だったんですけれども、私の想像以上にたくさんの方々がいらっしゃって、本当に嬉しく思っています。そしてこの本を皆さんお持ちだと思うんですけれども、この本は私本当に待ち望んでいました。私がこのチェルノブイリ被害の全貌、このニューヨーク科学アカデミーから出ましたヤブロコフ・ネステレンコ報告書の存在を知ったのは、事故が起こった2011年の夏のことでした。でまだその時はインターネットで英語版しかなかったんですけれども、それを読んで福島で原発事故が起こって、これからどんなことが起こるんだろうかと思っていました。で私はすいません、自己紹介が遅れまして、普段吉本興業で漫才をしておりますおしどりのまこと申します。すいません、よろしくお願いいたします。本日の司会をやらせていただきます。で私は原発事故が起こった後、いろいろ取材をしてたんですけれども、それで私芸人になる前に、鳥取大学の医学部生命科学科というところに行っておりまして、そこは優秀な成績で3年で中退いたしまして、芸人になり、で、そこで割とがんのメカニズムとか自然環境放射線の細胞への影響とか、そういうことを勉強しているところだったので、習ったことはもうほとんど忘れてたんですけど、かすかに思い出しながら取材をいろいろしていました。で福島県の県民健康管理調査検討委員会の取材を2011年の夏からずっと始めたときに、そこで福島の中で聞く話が、子どもに1型糖尿病が出たとか、白内障の子どもが増えたとか、本当に英語版で読んだニューヨーク科学アカデミーのこの報告書の通りだったので、本当に恐ろしくなりました。でそれでいろいろな方々に、ニューヨーク科学アカデミーのヤブロコフ・ネステレンコ報告書をお読みになりましたかと、あの本すごいですよって言ってたんですけれども、でなかなか日本語で出なくって、それで日本語で岩波書店から本が出るかもしれないっていう噂を2011年に聞いていたんですけれども、なかなか出なくて、本当に本当に早く出ればいいのにと思いながら、やっと出たので、今日は本当に嬉しいです。ありがとうございます、星川さん。で今日は3つのことを皆さんにとてもお願いしたいと思います。1つ目は、今日のお話を崎山先生やヤブロコフ博士のお話を聞いて、もうそのお話を全力で聞いて自分の血肉にすることっていう、一つ目はそれをお願いしたいと思います。で二つ目は、この本を、私本当にこの本すごい本だと思うんですよ。結構私のバイブルでもある本なので、この本を広めることを皆さんにお願いしたいと思います。この本が初版で結構出たっていうお話を伺いまして、私すごいホッとして、あ、よかったです。初版一体何冊刷ったんですかって聞いたら、3000部だと言われまして、結構ずっこけました。もうここにいらっしゃる皆さんと、あちこちの講演会で持っていらっしゃる皆さんを合わせたら、もうはけてしまうんじゃないかと思うんですけれども、3000部は皆さん少なすぎます。今の日本には本当にこの本は必要だと思います。なのででもね、ちょっと値段が高い本なので難しいんですけど、例えば図書館でリクエストをするとか、本屋さんで平積みになるように、もう自分の通りかかった本屋さんで、この本置いてますかって、なかったら置いといてくださいっていうふうに、ちょっとでもなんていうか、他の方々に認識していただけるように。で私最近よくやるんですけど、満員電車の中とか人通りの多いところでこの本読むんですよ。でそうすると、あんなの本読んでるのかなみたいな感じに、ちょっと私自身賢そうにも見えますし、でとにかくこの本を皆さんの目に触れるようにする。私舞台の楽屋で昼寝をするときもこれを枕にして、ここのタイトルが見えるようにしながら寝ております。なので本当にこの本が今の日本でたくさん読まれることを、それにお力を貸していただけることを2つ目のお願いにしたいと思います。そして3つ目ですが、もう2011年の夏からこの報告書を読んで思っていることがあります。これは本当に成り立ちをお聞きすると、IAEA と WHO のチェルノブイリの報告書が出て、それがあまりにひどかったのでこの報告書ができたということを読んで、ああやっぱりどこでも割と原子力の推進側からいろいろな圧力があるのかなと思って、で今福島原発事故が起こった日本でも同じような状況を本当によく目にします。なので3つ目のお願いは、この次は私たちが
福島で原発事故を起こした日本で同じ報告書を作ることだと思います。なので2011年からそのこう大学の先生や開業医の先生やいろんな研究室の方々にどんなものでもいいから何か情報を残してほしい、知見を残してほしい、でどっかに発表して置いといてほしいということをお願いしています。なのでそれを集めて次は私たちがこの本を作る番だと思っています。なのでそのために皆さんどうぞお力をお貸してください。よろしくお願いいたします。では続きまして、チェルノブイリ被害実態レポート翻訳プロジェクトの代表の星川淳より挨拶です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、あ、はい、真子さんありがとうございます。大体言おうと思ってたこと言われちゃったみたいなんだけど、じゃ あの僕は、10分ぐらいで、の翻訳チームとしてどんな、ことをやったかというお話をしたいと思います。まずはですね、今真子さんにも言われた、お詫びとしてはこんなに長くかかってしまったということを皆さんにお詫びしたいと思います。2年、以上ですね、出るまでにはかかりました。で当初は後書きに書いたように、インターネット上で、ボランティアの翻訳者を募ってですね、ガガガッとやれば1年、長くても1年ぐらいでなんとかなるんじゃないかと思ったんですけれども、いくつかの理由で、長くなりました。で一つはですね、一番大きいのはやっぱり正確に訳したいと思ったんですね。でそうすると、本当の専門家は翻訳者が23人ぐらい、それから専門家としてアドバイスをいただいてお手伝いいただいた人が10人、その他いろんなリサーチとかでお手伝いいただいた人が数人、それから学生の大学院のグループが一つという、だから総勢40人を超えるぐらいのチームでやったんですけれども、訳す人たちは本当の専門ではないので、性格を競うとすると、非常にこう一生懸命やらなきゃならない。そして僕らは英語版 そのニューヨーク科学アカデミーの本から、訳し始めたんですけれども、結構この、ね、英語版がですね、バグが多かったんですね。ロシア語から英語へのでそういうものをちゃんと全部正していったりするとですね、なかなか、時間がかかりました。で途中でキエフ版というロシア語でも新しい部分が加わったりして、それも全部取り入れてですね、もうちょっとでも疑問があったら全部ヤブロコフさんに後ほど、登壇されますが、聞いてですね、もう何百何千という質問をして全部それをしっかり答えていただいて、日本語版が世界一だというふうに言っていただいたので、まあ2年かけた甲斐はあったかなと。でも本当はもっと早く出したかったんです。必要な人が、ね、いると思ってたんで。で、2番目は お詫びがもう一つありまして、高い、5250円はやっぱり高いんですよね。でもこれは僕らが、岩波に1万部出るよっていうことをですね、説得できなかった責任なんですね。ですから真子さんも言ってくれたんですけど、今から皆さんぜひご協力いただいて1万部超えるぐらいに、していきたいと思います。で高くなってしまったので翻訳チームとしてはですね、その償いに、今回のような4つの会場と、それから、東京の、外国人記者、記者クラブでの、記者会見というのを主に翻訳印税から賄うということに、しています。それからもしそれが余ってまだ増刷になっていけばですね、この本を送ると、必要な人、読んでほしい 人や団体や、場所に送るというキャンペーンをやりたいと思っていて、その資金にしたいと思っています。それで
内容についてはですね、多分ここの会場にいらしている方も そうでない方もいろいろ疑問とか批判とか、まあ、もちろん同意とかってあると思うんですけれども、翻訳チームにはそれは処理できないので、初めにというところの最後に、4人の著者関係の、住所とメールアドレスがありますので、そちらへ質問や疑問、批判などがありましたら、投げてください。それから あとですね、出るちょっと前ぐらいからですね、こういう声が聞こえてきているんですけれども、ニューヨークサイエンス科学アカデミー版というのはもう、なんか内容がおかしいから廃版になってるんだぞという、話が、少し回ってるようですけれども、それはちょっと違うと思います。サイトを見ると、在庫切れでもう重版はしませんとは書いてあるんですけれども、見た人がご存知のように、そして眞子さんがそうしたように、無料で PDF をダウンロードできますから、それは廃版という意味とは随分違うと思いますね。世界に提供しているわけですから。それから今回、本を読んでいただくと分かるんですけれども、日本語版というのは正確に英語版を訳したものではないです。それよりも さらに改善して加えた部分もあります。ロシア語から新しく加えた部分もあって、日本語版は日本語版の原本というのがありまして、それは岩波のサイトから全部読んでいただけますので、疑問とかもっと詳しく調べたいという方は、そちらの英語とロシア語がちょっとちゃんぽんになってますけど、それを見て、いただくことができますので。それから訳中とか、これからインデックス作品とかも整備していきますので、本とそれからそのサイトとの両2本立てで、さらに充実していきたいと思います。で、もう時間がないので、これで終わります。この僕たちが始めたのは、人類はですね、まだその放射能被害というようなもの、を理解しているとは言い難いと。だからこうだと決めてしまうことは禁物で、やっぱり真摯に誠実にどうなんだろうということを調べ、そしてデータを集め蓄積して、こういう形で問いかけを深めていかなきゃいけない、対応もいろいろと工夫していかなければいけないと思います。この本がその、一助になり、そして今日のヤブロコフさんのお話が それに日本での、努力に役立つように、ぜひ期待しています。よろしくお願いします。ありがとうございました。やはりこの本はたくさん何冊も何冊も出るようにしなければいけませんね。少し高いんですけれども、こう皆さんいろいろ考えてお中元で送るとか、いろいろな知恵を絞ってもういっぱい売れるようにしたいと思います。では続きまして、この本の解説を、今回の翻訳書とヤブロコフ博士講演会の意味、このお話を崎山久子先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、崎山です。簡単に終わりたいと思います。まずはじめに調査報告書チェルノブイリ被害の全貌をお書きになったヤブロコフ博士、それからその共著者、この本を翻訳なさった星川さんはじめ、チェルノブイリ被害実態レポート翻訳チームの皆様にお礼を申し上げます。本当に大変なお仕事であったと思います。福島原発事故から2年が過ぎました。事故が起きた当時、毎日テレビを見て原子炉の破壊状況を見ていた時に、まあ、2年後に、このような生活があるなどとはその時は想像もできませんでした。事故現場で被爆をしながら懸命に働いていらっしゃる労働者の皆さんのおかげで、幸いにしても私たちの今日があるのだと思います。しかし今
福島から離れた都会、あるいは福島県の中ですら、まあ、事故当時のあの衝撃は徐々に薄れてきて、放射線に対する注意を忘れていると思います。この時期にこの報告書が刊行された意味は大きいのではないかと思います。で、この報告書には今日本においてたくさんの方が放射線のリスクを考え、これから自分たちの生活をどうするか判断する基礎になる情報があります。特に注目されるのは、これまで国際原子力機関とか国際放射線防護委員会 ICRP ですね、 WHO などの国際機関で否定され続けてきた放射線による非がん性疾患の発症を豊富な資料に基づいて紹介していることです。これまで西側でほとんど読まれることがなかったロシア、ベラルーシ、ウクライナ国内で発表されてきた論文に加えて、ドイツ、スウェーデン、トルコなどチェルノブイリ事故によって放射能汚染が起こった国々からの報告も入っています。また放射線の人体影響だけではなく、チェルノブイリ地方における野菜や果物の汚染の程度、汚染植物を取り込んでしまった場合の対処の仕方など、実生活に役立つ情報、それから環境汚染による野生の動植物のへの影響も網羅しています。そういう意味でこれは大変貴重で、私たちの実生活に役立てたい報告書です。福島事故以来、日本では低線量被曝のリスクに関してこれまで決められていた公衆の、年間被曝限度線量1ミリシーベルトが20ミリシーベルトに見直されてしまいました。事故があったからといって人の放射線に対する感受性が20分の1になったわけではありません。1ミリシーベルトという限度線量自体安全量ではありません。それは、理論的にも、基礎実験でも、それから広島長崎原爆被爆者をはじめとする疫学調査でも放射線に安全量はないということは明らかに証明されているからです。1ミリシーベルトと決めたのは原発を運転し電気を売るためのコストとリスクを計りにかけて、これ以下に限度線量を下げるともう採算が取れなくなるという事情からです。そのことは原子力産業の影響下にあると言われている ICRP の委員長であるゴンザレスさんから、ゴンザレスさんも昨年福島のシンポジウムでそういうふうにおっしゃっていたことです。1ミリシーベルト自体が安全量ではなくて、経済的政治的な要因で決まっているのに、日本の放射線専門家が100ミリシーベルトまではリスクがあるという証拠はないといかにも科学的であるかのように主張しているのはおかしなことです。しかも見る気にさえなれば100ミリシーベルト以下でも、統計的に優位に白血病や脳腫瘍などのがんが増えるという論文はあるのです。放射線リスクに敷地がないということは、水爆の父と言われたアンドレイ・サハロフ氏が1958年に発表した本のタイトルにすでに書いてあります。自然科学というのは新しい事実が発見されると、その発見をベースにして前にどんどん進んでいくというのが普通の姿です。しかし放射線のリスクに関してはいくら科学が進んでもそれが取り入れられず、分かっていることも分からないことにされ、
いつまでたっても同じ議論を蒸し返していくということがあります。これは明らかに問題が科学からずれて経済的政治的な領域に入っているのに、相変わらず科学であるかのような装いのもとに論争しているからだと思います。放射線による非がん性の疾患がないことにされ、チェルノブイリ事故による脳神経系の疾患に対しては放射線恐怖症という診断名が発明されたのも同じような事情によると思います。放射線の障害は基本的に放射線が体内を透過したときにできる反応性の高いフリーラジカルを介して生じます。がんの原因になるのも多くはこのフリーラジカルが DNA を傷つけるからです。このフリーラジカルがどのように細胞の中のいろいろな分子を傷つけて、報告書に出てくるようなあらゆる病気を引き起こし老化を促進するのか、これから研究が必要です。しかし病気に対して最も効果的なのは予防です。予防は被爆をしないことです。そのために政府は住民を、汚染地域から避難させる義務がありますし、これ以上汚染が広がらないように国家的なプロジェクトとして一日も早く事故現場を安定させることが急務です。政府をそのように動かしていくのは市民の力です。その力のベースになるのは科学的に正確な知識です。そのような意味で今日ヤブロコフ博士のお話を伺うことができるのは大変初々しくですし、幸運だと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。崎山先生ありがとうございました。今日は本当にいろいろな方が来られて、私冒頭にご紹介するのを忘れていたんですけれども、なんと、人間でない方も今日は参加されておられます。ゼロノミクマさんという、原発ゼロ被爆ゼロのために動いておられるゼロノミクスのゼロノミクマさんです。ゼロノミクマさんはずっとここでお聞きになるんですよね、お話は。後頭部でカメラを、いいですありがとうございます。今日は疎開裁判のデモに参加をされた後、そのまま電車に乗ってこのお姿でここまで駆けつけていただいたそうです。ありがとうございます。じゃあちょっとここにもいていただいて、私実は去年の11月にこの本を一緒に書かれた、アレクセイ・ネステレンコ博士のそのネステレンコ所長と一緒に福島を取材したことがありまして、でネステレンコ所長は非常に驚いておられました。というのは福島県の伊達市の小学校、小国小学校というところなんですけれども、子どもたちが通っている小学校のもうフェンスを挟んだすぐそばが、そこが地上30センチぐらいで毎時27マイクロシーベルトだったんですね。でその校門の通学路のあたりは毎時6から12マイクロシーベルトで、それでも普通に小学校が授業をやってたんです。で私はネステレンコ所長に言われました。なんで子どもたちはここにいるんだ、ここの学校の保護者は裁判を起こさないのかと聞かれました。それでその後、日本はベラルーシより裕福な国で、そして情報もたくさんあると思っていたけれども、なんでこういう状態になっているんだとネステレンコ所長に言われました。それが私は非常に記憶に残ってすごくショックで恥ずかしいと思いました。でそのちょっと楽屋でヤブロコフ博士にいろいろとお話をさせていただいたんですけど、まあ、私もいろいろ記事を書いたりするようになって、原発事故の被爆に関する記事を書いたり論文を書いたりすると、必ず国立の研究者が否定をしてくると、そういうふうにおっしゃいました。でもう本当にもう先達といいますか、いろいろなものと戦いながらこの本を書かれたヤブロコフ博士のお話を今日伺えることは、本当に私たちがこれから何をすべきかの道しるべになると思います。長くなりましたが、次は
皆さんお待ちかねのヤブロコフ博士のお話です。それではアレクセイ・ヤブロコフ博士、すいません、ゼロノミクワさんと交代でそれでは皆さん、ヤブロコフ博士です。盛大な拍手でお迎えください。Представить нашу книгу. Мне грустно, конечно, что вам предстоит пережить то же, что пережил народ в России, в Беларуси, на Украине, в Европе после Чернобыля. Говорят, что только дураки не учатся на своем собственном опыте. Умные люди учатся на опыте других. Вот послушайте, какой у нас страшный опыт после Чернобыля. 親愛なる友人の皆様、こんにちは。今日このような形で私の本が日本語で日本で出版されたということを記念する形で皆様にお会いできる。そして日本語版の私の本を皆様にご紹介できることをとても嬉しく思います。さて、私どもでありますけれども、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、そしてヨーロッパ、広くヨーロッパでありますけれども、チェルノブイリの発電所の事故が起きた後、大変悲しい経験というものをしたわけであります。よく言われることでありますけれども、自分の経験に学ぶことができないのは愚か者であると。賢い人間というものは、他人の経験から教訓を得ることができると言われておりますので、その私たちがですね、二十何年前かをはじめとして、積んできた悲しい経験ということをお話ししたいと思います。恐ろしい経験をお話ししたいと思いますので、ぜひそのことから教訓を組んでいただければと思います。Конечно, за короткое время не рассказать обо всем, поэтому я буду пропускать, и то, что я буду говорить, я хотел бы, чтобы вы в вопросах своих, если я что-то не скажу, мне задали.そして今日の私の講演の時間でありますけれども、大変限られたものでありますので、すべてお話しするということは到底無理でありますので、かなりかいつまんだ形での、つまりいろいろなポイントをですね、話すことができずに終わる講演会になるかと思いますので、疑問に思う点、あるいはさらにより詳しく私がここの会場で皆様に話をしてほしいということがあれば、ぜひともご質問という形で寄せていただければと思います。Потому что у меня болят коленки. そして最後にお詫びでありますけれども、私膝が痛いのでですね、申し訳ありませんけれども、座ってお話をさせていただきます。Ну, эта книга, пожалуй, единственная в мире книжка по Чернобылю, которая опубликована около 30 или 40 тысяч научных работ. Мы авторы посмотрели около 5000. さて、チェルノブイリに関しての学術的な本という形に、それなりにまとまった形になっている研究論文、そして本というものは全世界で3万から4万は出ているかと思います。3万種類、4万種類は出ていると思います。私たちがですね、研究者チームとしてこの本を書くにあたって、実際にきちんと読んだのは約5000点であります。Первое издание вышло в России в 2007 году, второе в Нью-Йорке, в Америке, третье в Киеве на Украине и четвертое сегодня здесь.そしてこの本、チェルノブイリ大惨事の人と環境への影響でありますけれども、一番最初の形、第一版という形で出たのが、ロシアのサンクトペテルブルク、二版目でありますけれども、それが2009年にアメリカのニューヨークで出ました。そして2011年、ウクライナの首都のキエフで出て、そして今回、日本の首都、東京で出版されたわけです。Одна из характеристик и Чернобыля, и Фукусимы очень пятнистое загрязнение. Пятнистость, вот здесь Греция. Это специально я взял картинку далеко от России, далеко от Чернобыля. Вот везде так в Европе пятнистое загрязнение. У вас тоже пятнистое.
さて、チェルノブイリ、そして福島の事故に共通している点でありますけれども、これは放射性の効果物がその落ちたですね、その形というのがまだら状になっているということであります。で、これは例として、私の本、の19ページに挙げている図でありますけれども、ギリシャ全土であります。ギリシャを例として、スライドでお見せすることにしたのは、チェルノブイリからもかなり距離として離れているし、またロシアからもそれなりに距離として離れているからであります。Пятнисто это очень плохо, потому что очень трудно определить точную дозу. Может быть 100 метров в сторону, и вы получите дозу в 3-4 раза больше. そして福島の事故の後のですね、放射性効果物もこういった形でですね、まだら状に反転状になっているわけであります。こういった効果物がに関して一様ではないということはとても良くないことであります。と言いますのは、100メートル離れただけでですね、その濃度というものが3倍や4倍、あるいは3分の1、4分の1という形で変わってしまうからであります。На этой картинке в Греции показаны два радионуклида. Серебро наверху и цезий внизу. Видно, что разные радионуклиды по-разному ложатся на Землю.そしてこちらの例として挙げたそのギリシャ、2つ地図を挙げたわけですけれども、上の方がですね、銀125であります、そして下がセシウム137ということなので、その放射性の効果物でありますけれども、ですね、放射性核種であっても、種類が違いますと、違った濃度で、同じところでも違った濃度で落ちてくる、沈着するということが如実に分かるわけであります。Справа показано на кривой, как быстро меняется состав радионуклидов. Выброшены были десятки радионуклидов, сотни, у вас то же самое. Потом в течение первых дней быстро очень меняется, сокращается. И как восстановить? А невозможно это восстановить. И поэтому никакое вычисление доз, никакие 20 миллизиверт, никакие миллизиверты вообще, это все неправильно, это все научно необоснованно.そしてこちらの右側の図でありますけれども、まあ、曲線で表されているもの、さまざまな種類の放射性の各種でありますけれども、放射性各種でありますけれども、チェルノブイリの事故でも福島の事故でも、何十種類、何百種類というものが飛び散ったわけでありますけれども、大変短い時間でありますけれども、量が変わってしまうわけですね。1日1日と量がその測ってみると減少しておりますので、当初はどれだけのものがどれだけの濃度で落ちてきたのかということを再現、復元するというのが大変難しいわけです。従いまして、そのシーベルト、ミリシーベルト、20ミリシーベルトだ、どうのこうのという、その線量の数値を上げること自体が無意味であるというのも、このグラフからも分かっていただけると思います。А теперь несколько примеров, что мы видели после Чернобыля через несколько лет.Через несколько лет начинаются раки. Здесь показаны раки, все солидные раки, то есть все раки, кроме рака крови. Видно, что в сильно загрязненных территориях, это верхняя кривая, раков больше, а на менее загрязненных раков меньше. Даже здесь не надо говорить о дозах, просто видно, что там, где были сильно загрязненные территории, раков больше. И так будет здесь.さて、こちらのグラフでありますけれども、チェルノブイリの事故が起きてから数年後にどのような形でがんの発生率ですね、がんの罹病率が推移していったかということを示しているグラフであります。その上の白い方がですね、これは本では140ページの図の 6.2 でありますけれども、この上の一番上 の四角白い四角になっているところがブリャンスク州という地域で、これは相当に汚染土の強かったところであります。真ん中はですね、汚染土がより弱かったロシアのある州であって、で一番下がロシア全体ということになります。そしてこのグラフから分かるのは、汚染がひどければひどいほどですね、がんのですね、罹病率というものは高くなるということであります。ここで、グラフに表したがんは固形がんであります。つまり血液のがん以外のがんというもので表したわけであります。従いまして、ここに関してもその線量の数字がいくらであるかという数字を上げるということ自体が無意味であるということになるわけです。で、これはそのチェルノブイリの事故以降、主にですね、この例としてはロシアで起きたことなんですけれども、同様のことが皆様の国でも今後起きるということです。Первое появляется
раки щитовидной железы. Через 4 года. Вас это ждет через 1 год. Везде, во всех странах, которые были подвержены чернобыльским выбросам, вот здесь Белоруссия и Украина, везде видно, что идет увеличение числа раков. Да, нам оппоненты говорят, но ведь раки увеличиваются все, и без всякого Чернобыля. Да, увеличиваются. Посмотрите на левую нижнюю кривую, вот здесь. Видно, что если бы они просто увеличивались, тогда бы это была прямая линия, а они увеличиваются с еще большим увеличением. Это чернобыльская нагрузка. さて、では、がんの中でも一番最初にですね、罹病率が増えるという形をのその動きを示すのが甲状腺がんということになります。そのチェルノブイリの事故後は4年後にですね、甲状腺がんの発生率というものが増えました。日本ではこれから1年後にこういう状況になっていくと思います。そしてこちらのグラフで示したのは、ベラルーシとウクライナということで、チェルノブイリの事故の影響なわけであります。つまり、がんのですね、甲状腺がんの罹病率が増えているということにありまして、ただ、もちろんですね、これに対しては反論があって、がんの発生率というものは、チェルノブイリの事故といったようなものがなくても、がんの発生率は増えているという意見があるわけですけれども、ただ、それに関しましては、左下のグラフを見ていただきたいと思います。これに関してですね、がんが単純に増えるというのであれば、まっすぐな直線となってこう増えているんですけれども、この左下のグラフは、本ではですね、139ページの図の 6.1 でありますけれども、この明らかにチェルノブイリの影響があるので、いわゆるその自然にがんが増えるものによりももっと大きな形でがんが増えているわけであります。ですから、これは明らかにチェルノブイリの影響であります。И это не только Белоруссия, Украина и Россия, но это и страны, которые далеко от Чернобыля. Вот здесь Греция и Румыния тоже раки щитовидной железы увеличиваются. そして甲状腺がんのが増えましたのは、チェルノブイリ以降増えたのは、ベラルーシ、ウクライナ、そしてロシアに限られたことではありませんで、こちらで例として見せているのは、ギリシャとルーマニアというですね、チェルノブイリからはより距離の離れているところの具体例であります。Будет увеличиваться и рак молочной железы. Эти данные, официальные данные белорусского правительства. Видно, что на тех территориях, где больше загрязнения, больше раков груди. さて、こちらは乳がんでありますけれども、乳がんの罹病率に関しましても、これも確実にチェルノブイリ以降伸びましたし、この日本でも増えていくということを私は考えております。でこちらで、にお見せしているデータでありますけれども、これはベラルーシ政府の公式な統計数字であります。ここからも汚染がより強い地域ほどですね、乳がんの罹病率が増えているということが分かります。Заметное увеличение началось через 8-9 лет. そして8年、事故後8年、9年、10年経つと、乳がんの罹病率が飛躍的に伸びているということが分かります。А вот эта страшная картинка сейчас будет. Это врожденное уродство. Вот это данные по одному маленькому району. Это даже не префектура, это просто район. Там 40 тысяч человек живет в этом районе. И вот реальные данные, насколько после 86 года, после Чернобыля, через два года началось вот это самое увеличение врожденных уродств. Это были вот такие люди.でこちらの数字、まずお見せしたグラフは本の183ページの図1に載っているものでありますけれども、これは先天性の異常、先天性の奇形という形の新生児が生まれた状況でありまして、これはチェルノブイリの86年の事故の2年後から出た数字であります。これはウクライナのジトミルという州のルギヌイ地区ですね、これは人口4万人でありますので、日本で言えばその県よりもはるかに小さな、県の中の各地区という小さな単位でありますけれども、そこで具体的に出た数字であります。こういった子どもたちが生まれました。Сейчас в Америке готовится к изданию специальная монография по увеличению числа врожденных уродств в Восточной Европе, связанных с Чернобылем. 現在、アメリカでですけれども、チェルノブイリの事故のに由来するところの東ヨーロッパ全体における先天性の異常児についての本というですね、専門書、モノグラフというものが現在出版準備が行われています。
А это еще одно последствие облучения. Оказывается, даже небольшое облучение вызывает в глазах помутнение. Потом это катаракта, но сначала просто число. И здесь показано число помутнений в зависимости от бекерелей, от содержания в организме радионуклидов, бекерелей в килограммах. Начиная примерно с 20 бекерелей на килограмм тела, повышается число помутнений в хрусталике глаза. さてこちらでありますけれども、これは岩波から出た本では112ページにあります図の 5.11 でありますけれども、これは被ばくの量が小さいものであっても目の水晶体の混濁が起きるということを示したグラフであります。この水晶体の混濁は地にはですね、白内障にとつながるものでありますけれども、このセシウム137の量というもので表されてありますけれども、これが大体25ベキレルパキログラムを超しますとですね、この水晶体、それも両方の目の水晶体の混濁というものが著しく伸びるわけであります。Это тоже очень типичный случай. Это появление синдрома Дауна. Здесь показана кривая, верхняя кривая. Это для Белоруссии, а в нижней для западного Берлина. Видно, что сразу же после Чернобыля, через 9 месяцев после Чернобыля, везде, и это, таких данных очень много, везде подскочили случаи синдрома Дауна. У вас тоже, это должно быть тоже, наверняка совершенно, если вы посмотрите свою статистику, вы найдете такие же данные.さてこちらはですね、岩波の本では65ページの図の 5.2 と 5.3 に書かれたものでありますけれども、21トリソミ、いわゆるダウン症候群でありますけれども、その発生率ということで、グラフ、上のグラフがベラルーシ、下が西ベルリンであります。ちょうどチェルノブイリの事故から9ヶ月後ですね、にそのダウン症候群の子どもの出生が増えたということが示されているものであります。そして実際にそのチェルノブイリの事故9ヶ月後にこのような現象があったということを語っているデータは実は数多くあります。日本に関しましても、これはもうすでに福島以降過去のことになっている、すでに過去となっていますので、こういったデータは必ずあるはずです。Вот здесь перечислены некоторые заболевания, в книжке это все подробно описывается, какие увеличиваются на территориях, которые оказались загрязненными радиационно. Кровеносная система, эндокринная система, диабет, иммунная система, дыхательная система, ну и так далее.さてこちらでありますけれども、チェルノブイリの事故の後ですね、その放射線の照射に由来するところの健康障害というもので挙げてあります。まあ、こちらは英語でありますけれども、本の中には詳しく述べてあります。まずその一番最初の3つだけを読み上げますと、血液、心血管系ですね、そして内分泌系、糖尿病も含めてでありますけれども、また免疫系といったことで健康障害というものが起きてきます。В книге приведены десятки примеров по каждому из этих заболеваний. そして本の中にはそれぞれの各系統の病気に関しまして何十もの具体的な例というものを書いてあります。Надо обратить внимание вот еще на что. Происходит в результате облучения, происходит постарение, раннее постарение. Дети начинают выглядеть как старики. Старики быстрее стареют.Кроме того, меняется соотношение полов в родах. Родится меньше мальчиков. Мальчики, что-то с ними происходит, они не доживают. Да. У одного человека появляется много заболеваний. И это все тоже последствия облучения.そして被爆の健康への影響ということで着目すべきもう一つの点でありますけれども、老化が早まるということであります。子どもたちがですね、老人のような形になってしまうと、また高齢者に関してはその高齢の度合い、老化というものがより早く進むということであります。また生まれる子どもの性別の比率というものが変わりまして、男の子の生まれる数率というものが減少します。つまり男の子としてその受胎したものがですね、出生、生きて生まれるというところまで行き着かない割合が増えてしまうということであるわけです。また一人の人間であっても複数の病気を抱えるという状況が生まれます。В Чернобыле было очень много
мы говорим ликвидаторов, людей, которые, ну, у вас их меньше было, там 800 тысяч таких было. Я, за ними хорошее наблюдение было медицинское, за другими было плохое. И вот видно, что в первый год, первых два года после Чернобыля в этих семьях ликвидаторов было очень много выкидышей. さてこちらは本では97ページに書いてあります。図としては 5.9 でありますけれども、これはチェルノブイリの事故処理に当たった人たちの家族と、そうではない、あと平均的なですね、その同じ地区の平均的な家庭の流産率というものを比べたものであります。この事故処理に、チェルノブイリ原子力発電事故の事故処理に当たった人たちのことをロシア語でリクビダートルと言っているわけでありますけれども、もちろん福島原子力発電所の事故処理に当たった人たちもいたわけですけれども、チェルノブイリの事故処理に当たったありますに関しましては80万人という非常にたくさんの人が事故処理に従事しました。そして彼らに関してはその医学的な追跡調査というものがかなりよく行われていましたので、データもかなり残っています。そこで、ここに示されたですね、その事故処理以降2年間で、その流産率がどうの2年間は流産率が非常に高かったということが分かるグラフであります。очень важная младенческая смертность. Вот здесь Германия и Польша видно, что увеличение младенческой смертности статистически достоверно. さてこちらが幼児死亡率のに関してでありまして、本のですね171ページに挙げているグラフであります。ドイツとポーランド、左がドイツで右がポーランドでありますけれども、そのチェルノブイリの事故にまさに由来するところの幼児死亡率が急激に上がった時期があったということが、この統計上も確実に優位である意味があるという大きな数字となって跳ね返っております。А вот что произошло, смотрите, в других странах. Это не какие-то научные работы. Это взята официальная статистика, которая публикуется в каждой их стране. Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия. Вы видите, линия сокращения младенческой смертности, прямая линия. И вдруг после 1986 года на протяжении 2-3 лет необъяснимые ничем другим, кроме Чернобыля, такие пики младенческой смертности. さてこちら幼児死亡率でありますけれども、4つの国、ノルウェーですね、右、これはすみません、本文では171ページと172ページにあるグラフで、左上がノルウェー、右上がスイス、左の下がスウェーデンで、右の下がフィンランドという4つのヨーロッパの国でありますけれども、幼児死亡率を示したものであって、これは学術書から取った数字ではなくて、それぞれの国がですね、まあ、通常通り国がその統計として発表している数字をただ単にグラフに載せてみたということであるわけです。この直線がですね、直線が幼児死亡率が下がっているということなんですけれども、ただ、このチェルノブイリの事故の1986年から2年間というものがですね、その普通に騒がるべき乳児死亡率の線をはるかに超えて乳児死亡率が上がっているということがよくわかります。そしてそれぞれ国が違うわけですので、その説明できる原因はただ一つ、チェルノブイリの事故ということであるわけです。А вот это очень важная картинка для понимания результатов. Через 20 лет после Чернобыля были сравнены 6 провинций, ну, как ваши эти самые, префектуры, загрязненные, радиоактивно загрязненные, и 6 рядом расположенных менее загрязненных. И оказалось, что разница в смертности, в общей смертности, статистически достоверна. Которая, ну, просто ошибиться невозможно. И вот если посчитать все это, то получается, вот, что это на территориях примерно больше одного кюри на квадратный километр. Вот примерно такой уровень загрязнения. То вот на тех территориях, которые были подсчитаны, там около 230 тысяч разница. А если пересчитать, ну, экстраполировать на весь мир, то примерно 800-900 тысяч дополнительных смертей после Чернобыля от загрязнения. さてこちらでありますけれども、これは死亡率に関してでありまして、イバナミの本ではですね、日本語版では179ページの図の 7.22 であります。これは事故後20年の時にですけありますけれども、ロシアの6つの
州ですから日本のちょうど、まあ、県に当たるものとその それぞれそのそれ以外のですね、6つの州つまり汚染度の高い6つの州と汚染度が相対的に低い6つの州の死亡率を比較したものであります。その結果ですねありますけれども汚染度が強かったところに関しましては死亡率が上がっているということが統計的に有意な数字として現れているものであります。1平方キロメートルあたり1キュリーというものであったわけですけれども、そしてこの数字というものを数式として全世界の人口に当てはめて計算をしてみますと、そのチェルノブイリによってですね、その追加的にチェルノブイリに由来するその追加的な死者というものは全世界で80万人から90万人という数字を出すことができます。Нам говорят противники, вернее, сторонники атомной энергетики, это все не от радиации, а от психологии, радиофобия. И люди боятся радиации, и психологически они начинают болеть больше. Но какая радиофобия может быть у полевок?У ласточек, у лягушек, у крыс в Чернобыльской зоне, которые то же самое, те же самые показатели, что у человека.さて、原子力発電の推進派の人たちはですね、そういったですね、被曝による後遺症と影響というものはそもそも意味がないと、いわゆる放射線恐怖症というものに取りつかれた人間がその心理的に自分を病に追い込むのだという反論というのが皆さんご存知のものがあるわけですけれども、ただ人間と同じような現象がハタネズミ、ツバメ、カエル、また一般のネズミというものに起きているわけですね。そういったその動物が放射線恐怖症にとらわれるということはありませんので、その原子力発電推進派の意見というものには根拠がないと私は考えます。Несколько чернобыльских уроков. Первый урок. Нельзя верить официальным заявлениям о безопасности. さて、ではチェルノブイリの教訓に移りたいと思います。教訓はいくつもあるわけですけれども、いくつかそのうちのいくつかだけを取り上げますと、まず教訓その1、放射能の状況は安全ですという当局の宣言を信用してはいけません。Второй урок. Нужно установить независимый мониторинг воды, воздуха и пищи.そして教訓その2でありますけれども、空気、大気、食品、水に関しましては独立した放射能モニタリングを確立しなければいけません。Третий урок должен быть независимый мониторинг инкорпорированных радионуклидов, тех, которые попали внутрь тела.そして教訓その3でありますけれども、放射性核種の中でその体内に取り込まれてしまった放射性核種の、ね、モニタリングを、これもまた独立した形でのモニタリングを確立しなければいけません。Ключом к пониманию того, вранья, вернее, почему различаются официальные точки зрения, моя точка зрения и таких людей, как я, отличается от точки зрения Всемирной организации здравоохранения, МАГАТЭ и так далее.А потому что у МАГАТЭ и Всемирной организации здравоохранения есть соглашение, по которому Всемирная организация здравоохранения в нарушение клятвы Гиппократа не может ничего сказать правду без консультации с атомной лобби.さて、それでは私のような人間、研究者も含めての私のような人間と公式の発言、例えば WHO ですね、世界保健機構との見解の間に違いがあるのはなぜかということでありますけれども、これは WHO 世界保健機構と IAEA 国際原子力機関の間に協定が結ばれているからであります。そのことによりまして WHO は医師の誓いですね、ヒポクラテスの誓いというものに背く形で、その原子力発電のロビーと相談することなく、ある種の事実というものは公表してはいけないということになっているからであります。Каждый раз, когда я бываю в Женеве, я встаю в этот пикет. Эти люди, мы стоим там каждую неделю, каждый день, с утра до вечера, несколько человек, уже 6 лет. И мы будем там стоять, пока это соглашение, позорное соглашение между МАГАТЭ и Всемирной не будет отменено.
そして私はジュネーブを訪れるたびに WHO の本部前のこういったですね、その毎日8時から18時までを行われておりますピケに参加をしております。これは数人しか参加はしないことが常なわけでありますけれども、しかし6年以上ですね、毎日必ず誰かがこの抗議の形で立っています。これは WHO にとって恥ずべき IAEA との協定を破棄しなさいということを訴えるものであります。Справа на этой фотографии стоит Василий Нестеренко, еще один автор этой книги. Он генеральный конструктор подвижной атомной станции. Он был одним из блестящих атомных инженеров, который после Чернобыля, как и Сахаров в свое время после атомной бомбы, перестал служить атомщиком и посвятил всю свою жизнь, он покойный, он недавно умер, спасению детей Чернобыля.そしてこの写真の右側に写っている人がネステレンコ博士であります。ネステレンコさんでありますけれども、つい最近亡くなってしまった方であります。彼は移動式の原子力発電所の設計の総責任者でありました。つまりその輝かしい研究者であったわけですけれども、チェルノブイリの事故が起きた後ですね、その原子力のために自分を捧げるということを一切放棄いたしまして、チェルノブイリの子どもたちに自分は全ての活動を捧げると決めた人であります。かつてはアンドレイ・サハロフ博士もその水爆、ソ連の水爆の父と言われた人でありますけれども、その水爆事件が成功した後、これではいけないということで、その水爆の禁止活動に身を捧げたのと同じような形であります。3 месяца назад Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальный отчет о Фукусиме, где она говорит, что, при... нельзя, что ничего страшного не будет.Заболевания не будут видимы статистически, и раков будет немного. Это вранье.さて、3ヶ月前、今年2013年の2月でありますけれども、WHO ・世界保健機構が福島の影響についてのレポートというものを発表いたしました。その趣旨というものはでありますけれども、恐ろしいことというのは今後、特に何も起きないと。確かに若干のですね、そのがんにかかる人は増えるであろうけれども、統計的に反映されるような数字でもないし、そもそもそのがんに患者が増えるということも特に起きないのだと言っているわけですけれども、これを信じてはいけません。Посмотрите, что уже известно против по Фукусиме. Вот с правой стороны это Фукусима, с левой стороны это Германия.Германия после Чернобыля и Фукусима после, ну, естественно, Япония после Фукусимы. У вас так же, как в Германии после Чернобыля, увеличено, статистически увеличено для всей Японии, увеличена младенческая смертность. То есть процесс абсолютно такой же, как после Чернобыля. И не надо Всемирной организации здравоохранения врать. Надо просто посмотреть статистические данные, опубликованные в любом справочнике.さて、では日本ですでに何が起きているかということを表している数字であります。幼児の死亡率であります。左側が日本であります。2002年から2012年の日本、右側の縦2つでありますけれども、これがドイツ1980年から1994年ということで、ドイツに関してはですね、チェルノブイリのところに、事故のところに線が引いてあるわけでありますけれども、幼児死亡率がそのチェルノブイリの事故以降統計的に現れる形で増えました。で、この両方の数字、日本に関してもドイツに関しても、これはそれぞれの国の公式の統計数字であります。日本に関してはこれは日本全土、日本全国の数字でありますけれども、これも福島の後でありますけれども、この点線で福島の事故のところを指してありますけれども、それ以降幼児の死亡率が増えたということがよく分かります。Такие же данные по числу живорожденных, я не буду о них расстанавливаться, но они также, это обычные статистические данные, которые собраны никакими не учеными, а собраны просто статистикой, демографическая статистика. Также в Японии через 9 месяцев после Чернобыля меньше живых новорожденных.Как это было в как после Фукусимы? Так же, как было в Европе после Фукусимы. ということで、WHO は嘘をついても仕方がないと私は思います。さて、こちらでありますけれども、これは生産、生きて生まれた子どもの数、これは減っているということを示すものであります。これはですね、ウクライナでに関してはチェルノブイリの
9ヶ月後、日本に関しましては福島県でありますけれども、福島の事故の9ヶ月後でありますけれども、これらのそれぞれの数字もそれぞれの国がですね、通常通り統計を取っていて、それに現れた数字であります。研究者がどこからか集めてきてですね、わざわざ集めてわざわざ載せた数字というものではありません。この両方を見ても、そのチェルノブイリの事故の9ヶ月後に起きたことと同じような現象が、福島の事故の9ヶ月後に実際に福島県で起きたということが分かるわけです。Что можно предположить на основе опыта Чернобыля? Будет увеличиваться хромосомные мутации, будет увеличиваться число новорожденных уродов, будет увеличиваться детская смертность, она уже увеличилась, будет увеличиваться рак щитовидной железы через один год, все другие раки через несколько лет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все, что было после Чернобыля, у вас тоже должно быть.ではチェノブリを例として、手引きとしてですね、それを活用して考えますと、日本を待っているものは何かということになります。まず染色体の突然変異ということは、すでに増えているわけであります。また先天性の異常がある子どもが生まれるということも、2011年の末からすでに日本では起きております。また幼児および周産期の死亡というものもすでに起きておりますし、現在もこれは起きています。白血病に関してもすでに増えているし、今後も増えていきます。他のがん、つまり固形がんに関しましては、あと数年後にその罹病率というものが増えていきます。チェルノブイリの事故の後起きた状況というものは、福島の事故以降の日本でもすでに起きているし、今後も起きていきます。Еще один неприятный факт, который ждет вас. Нам говорят, через некоторое время радиации будет меньше, потому что радионуклиды распадаются и погружаются в почву. Мы тоже так думали. И вдруг через 10 лет, через 8 лет стало на территориях, которые были безопасными, стало увеличиваться. Оказывается, радионуклиды, опускаясь вниз в почву, попали в корни, там, где живут корни растительные. И растения их снова начали вытягивать вверх.Это вам все предстоит. さて、それではもう一つのですね、良くない嬉しくない事実であって、何年か後に皆様の国で出てくる、皆様が直面する事実に関してであります。これはその汚染というものはですね、公式の見解などに関しましても、半減期というものがあるのだし、その土壌深くに放射性の各種というものも埋まってしまうし、その汚染というものは年々小さくなるのだということが言われて、現在日本で言われていると思います。チェルノブイリの事故後もそう言われていましたし、その時点では私のような研究者たちもそう思っていたわけです。しかし、チェルノブイリの事故後8年から10年経ちますと、かつてはですね、その汚染に関しては心配はいらない、あるいはそれほど心配はいらないと言われた地域で、汚染度が増したわけです。それは植物の根というものが、その沈殿していった放射性物質に到達をし、それを吸い上げる形で地表に出してしまったからであるわけです。日本でもそれと同じ現象が必ず起きると思います。Тут много, я пропускаю много, потому что можно делать? Известно, что можно делать. Можно точно определять количество радионуклидов внутри организма. Можно много что делать, что, к сожалению, не делается официальными программами. И главный урок, я этим кончаю, от Фукусимы и от Чернобыля, за то же самое, что ядерная индустрия, атомная индустрия несет такую же угрозу, как атомное оружие.時間もありませんので、用意してきたスライドをかなり省きますけれども、最後に何をなすべきかと、そして何をすることができるかということで、私のお話を締めくくりたいと思います。できることはいくつもあります。何よりもまず、その体内に取り込まれてしまったですね、放射性核種を測定するということはできるわけであります。ただそれをですね、その政府などの公のプログラムというものはですね、実行はしていないわけですけれども、測定をすることはできます。
ります。ですからそれをどう排泄してさせていくかということもできるわけであります。ということで、その原子力発電の事故、発電所の事故に関、事故の教訓ということ、最後にもう一つ言いたいことがありますけれども、その原子力の平和利用が原子力発電であると言われますけれども、実は人類とそして環境に対する脅威、そして実際に起こしてしまう恐ろしいことというのは、核兵器に劣ることがないというのが私の意見です。Большое спасибо за внимание. Я специально коротко доложил, чтобы смог бы ответить на ваши вопросы. ではご清聴ありがとうございました。報告の時間はですね、あえて短くいたしまして、皆様の質問に答えたいと思います。ありがとうございました。もうショックの話の数々で本当に呆然としております。で、私がこの報告書で一番本当に驚いたことは、ディグビタートルの方々の調査がかなり入っていたということなんですね。今現在日本では福島原発事故の収束作業をした作業員の方々はこんなに詳細に調査は全くなされていません。で、去年2012年度に福島第一原発の構内で医療室に勤務をしていた東京電力の看護師の方のインタビューを取ったのですが、看護師の守秘義務で伝えることができないお話がたくさんあったのですが、作業員の方々がたくさん亡くなっていると。でも福島第一原発の構内で作業中に亡くなった方だけは情報として外に出てくるのですが、例えば寮で朝起きてこないと思ったらもう亡くなっていた。で、2日間の休みの間に家に帰っている間に亡くなっていた。そのような方々は一切情報として上がってきません。そしてその方々はこのような体内にどれくらい放射性物質が取り込まれていたかのような調査も一切なされていません。それを思い起こすにつけ、本当に今の日本はどうなってるんだろうとすごい悔しい思いでいっぱいです。で、お話を置いておきまして、それでは皆さん、ここから質疑応答です。たくさん皆さんご質問が終わりだと思いますので、質問はできるだけ簡潔に短くよろしくお願いいたします。では、会場の皆さん何かご質問がありましたら挙手をお願いいたします。あ、違うんですか？あ、わかりました。ちょっと今舞台転換の方がございます。わかりました。この間にトイレに行きたい方はどうぞお手洗いの方に。それで私最近もう結構もうちょっといろいろどうでもいいかと思いまして、飛び込みで大学病院の先生にいろいろ取材に行ったりもしてるんですよ。まあ、どうでもいいかっていうふうになって飛び込んでいくっていうのも変な話なんですけど、それで産科の先生方、いろんな東京の大学病院や東日本の、東北の方の大学病院の先生にお聞きしたんですけれども、確かに皆さん共通しておっしゃることは出生数が減っていると。2011年度はまあ割とその皆さんこう東日本を離れて出産されているのかなという形だったそうなんですけど、2013年度今年も出産数が減っていて、で、東京でだいたい1割出生数が減っているというのが産科のお医者さん方の共通認識だそうです。なので何人かの大学病院の産科の先生は、産科学会がそれに関しての見解を何らか近々発表するんじゃないかというお話もおっしゃっておられました。それでは星川さんと崎山先生もご登壇の方よろしくお願いいたします。博士の方から何かよろしいですか。ちょっとマイクが切れてしまったんですけど。あ、はい、わかりました。少々お待ちください。
организаторов, это большая организация в России, неправительственная, она мне сказала, что средний возраст умирающих ликвидаторов 45-46 лет в России. Это не правительственная организация. ですね、リクビデーターといってチェルノブイリの事故の処理に当たった人たちのアソシエーションというものがありますけれども、それは非政府組織です。でそこの人たちから聞いたことですけれども、そのリクビデーターであった人たちの平均寿命というものです。亡くなる人たちがいるわけですけれども、亡くなる人の年齢は45歳から46歳というのが平均的だと聞いています。А по поводу гинекологов, тут два месяца назад у вас была большая конференция официальных научных работ. Я посмотрел материалы этой конференции, которые были в Токио, по-моему, в Токио. И там есть данные о том, что в Фукусиме и в других провинциях увеличено количество новорожденных смертей и выкидышей. Все эти данные есть. Их просто надо собирать, чтобы представить реальную картину. さて、その日本の産科、婦人科の先生たちということでありますけれども、2ヶ月ほど前にその日本の産科学会、あるいはその婦人科学会の学会があって、東京だったかと思いますけれども、いずれにせよ、そのここで行われた報告というものを私、読む機会がありました。で、その実際になされた報告の中ですでに公表されていることなんですけれども、発表されていることなんですけれども、福島をはじめとした日本の地域において、いくつもの地域において、新生児の死亡が増えているし、また流産も増えているというのが既に言われています。ありがとうございました。それでは皆さん、そろそろお戻りになられたようですので、質疑応答の方に参りたいと思います。それでは皆さん、ご質問のある方は挙手の方を。あ、ではそのマスクの方に。すいません、東京に住んでます斉藤と申します。以前ですね、実はヤブロコフ博士に私質問したことがございまして、その中でちょっと気になってたことの追加の質問をさせていただきます。先生、博士がですね、以前 0.1 キュリーパースクエアキロメートルの汚染以上であればちょっと私は怖くて逃げ出すかもしれないという発言をされておられましたが、その 0.1 キュリーはセシウム137の基準でやられてますでしょうか。Это проблема. Да. Цезий-137 показывает нам уровень и других радионуклидов тоже. Не всех, но некоторых. И вот если обобщить все данные, которые я знаю о Чернобыле, то начиная с 0,1 кюри на квадратный километр, это реальная опасность. Но еще лучше опасность определять по бекерелям на килограмм тела. 20 бекерелей на килограмм тела у ребенка – это опасно. 40-50 бекерелей на килограмм тела у взрослого – это опасно. Нужно что-то делать, выводить радионуклиды, уезжать и так далее. はい、そうです。セシウム137に関してであります。なぜかと言いますと、セシウム137が 0.1 キュリーパーですね、スクワキロメートルであるということは、すべての他の放射性核種ということは推測はできませんけれども、かなりの数の放射性核種に関しても、相当の量、危ないだけの量があるということを示してくれるインジケーターとなっているからであります。少なくともチェルノブイリに関してはそうでありました。しかしながらですね、よりベストなその基準といいますか、指標となりますのは、体内にどれだけ取り込まれているかということで、ベケレルパー、体重のキログラムというものでありまして、これが子どもに関して、1キロ体重あたり20ベケレルであれば危ないと。そして、大人成人であれば、その体重1キロあたり40から50ベキレルであれば、危険であると判断すべきであると思います。つまり、その物理的にそこの地域から出ていくか、あるいはその体内から、そこにとどまるとしても、体内から相当積極的に排出をさせるようにしなければいけないという基準になります。почему キュリー плохо? キュリー это средняя
характеристика для территории. А бекерели – это характеристика, бекерели за килограмм – это характеристика каждого, каждого. Мы можем, мы должны сейчас, после Фукусимы, вы должны индивидуально посмотреть на каждого. В одной и той же деревне могут люди жить, одни могут быть очень сильно загрязненные, другие могут быть мало загрязненные, и им не надо беспокоиться о своем здоровье. Об этом скажет уровень хромосом. Об этом скажет уровень радионуклидов в моче и в кале. Об этом скажет уровень радионуклидов в волосах. Об этом скажет бекерели на килограмм тела. なぜキュリーでは良くないかと言いますと、キュリーというのはそのあるそれなりの面積の地域に関してはどうであるかということを示してくれるだけであるわけです。で、ベキュレルというのは、まあ、ご案内のように、一人一人ですね、あたりはどうであるかということを示してくれるわけです。例えば、まあ、福島であっても、それ以外のところであっても、一つの村であっても、その、強度に汚染されているところとそうでないところというので、また個人個人で、汚染度というのは違うということは皆さんかなり知っていられると思います。ということで、そのベキレルに関してでどれだけ取り込まれてしまっているかということに関しては、染色体の検査もできるし、尿あるいは大便にどれだけ含まれているかということでも、それも測ることができるわけですし、また髪の毛でどれだけ含まれているかということも測ることができるわけです。ということで、その体重あたりのこのベキレル数量というものを基準にすべきであると思います。ありがとうございます。続いて、ではそちらのマイクがおそらく来ますので。もう本当にこの書籍については僕は感動して読みました。で、いくつかの点でちょっとぜひお伺いしたいと思います。一つは、ヤブロクさんのですね、ジョン・ゴフマンに対する評価というものをどういうふうにしていらっしゃるのかでということが一つと、それから、まあ、ゴフマンは混合年齢集団でもって被曝リスクを 3.73 ということで計算しているんですが、それでもって死者数を約57万ということを計算しています。で、それに対してですね、この本を読ませていただいたんですが、この本の283ページには103万というのが計算されています。それから180ページにはですね、105万という数字が出ています、死者数ですね。それから137ページには47万6千人ということで言われているんですが、こういった数字の根拠というのがちょっと読んでいる、精読したんですが、なかなかちょっとつかめないので、どういった違いがあるのかという、からそれから、もう一つはですね、私たちがこの本を読んだときにですね、この本の中からどのような真実、何が真実かということをですね、取り出していくという。で、もしこの本が書かれたことが全て正しいというデータに基づいているとするならば、僕はこれを一冊がバイブルとしてですね、その中から真実を拾い出していけばいいと思うんです。しかしながら、さっき言われたように、IAEA だとか、それから WHO なんかはの死者数と、それからヤブロコさんが出していらっしゃる死者数、これを100万とすると4000対100万という違いがあるわけですね、死者数について。で、これは1対250ですか、1対250というそういった違いになってあれています。で、これは単にそのなんとか数字の違いということだけじゃないと思うんですね。で、これほどやっぱり現実の実態をですね、我々は偽った実態からスタートして、現在までやっと20年間かけて皆さん方が報告なさった事実が明らかになってくる。で、それによって本当の事実がですね、今真実として明らかにされようとしていると思うんです。そういった意味で素晴らしいことだと思うんです、この本は。そういった意味で我々は今ベラルーシと簡単にですね、します。すいません。はい、すいません。はい。ベラルーシ政府と、それからウクライナ政府と、それからソ連政府がですね、この被爆の問題に対して、どのようなその立場を、ポジションを取っているのか。で、それによって我々は、
今回ウクライナ政府とそれからベラルーシ政府もあの報告を出したわけですけど、そういった報告とですね、本州なんかを比べてですね、そうあの比べるということをしたいと思ってるんで、それ以外には何があの正しいのかということがなかなかわからない。だから政府がどのような立場でですね、あの報告をあの統計資料なんかをですね、報告しているかということも一つの大きな判断の素材になるんじゃないだろうかということで、すいません、ご質問を簡潔によろしくお願いします。количество дополнительных смертей за счет того, Чернобыль, 570 тысяч. А у вас там цифра есть 100, то есть 1 30 000, 1 50 000, а также 476 тысяч. И почему вот разные цифры, и на каком основании вот это делается? И третье. Третье, это у него там личное мнение, значит, так не все, значит, то есть, да, действительно, значит, вы говорите о миллионах, а, значит, ВТО и МАГАТЭ говорят о 4000, то есть разница в 250 раз. А, ну вот, и в любом случае, там, белорусское и украинское правительство уже сделало официальный отчет. В общем-то, это уже у него не вопрос. Я знал Джона Гофмана. Джон Гофман – это замечательный человек, американец, который был в числе первых американцев, в числе первой группы людей, которые получили первый плутоний в мире. Он тогда был младшим научным сотрудником. Потом он так же, как Сахаров, так же, как Нестеренко, он ушел из атомной отрасли и посвятил всю свою жизнь, получил другое медицинское образование, кроме физического, и всю свою жизнь боролся против того, что он сам и сделал своими собственными руками, плутонием. Я умолял его возглавить международное движение антиатомное. Он отказался, говорил, что он очень старый. Я у него был, и мы с ним долго разговаривали. Замечательный совершенно человек. Он 3 года назад умер. はい、あのまずジョン・ゴフマン氏でありますけれども、私は個人的にもお知り合いでありました。アメリカの人でありますけれども、素晴らしい人であると私は思っています。彼はそのプルトリウムを作ったという 最初のグループの研究者の一人であったわけです。その当時彼自身は若い研究者だったんですけれども、そのグループにいました。ただそのプルトリウムをできて作って以降でありますけれども、その後サハロフもそうなったように、またネステレンコ教授もそうなったように、自分が自分の手で開発したものを否定し、それに反対する運動に身を投じた人であるわけです。もともとは物理学者であったわけですけれども、これではいけないと考えたときに、新たにその医学の勉強もし、大学で勉強した人であります。そして国際的なその反核運動のリーダー、少なくとも幹部になってほしいと私はゴフマン氏に懇願したんですけれども、私は大変なもう老齢であるので、高齢であるので、それはお断りしますというふうに言われました。3年前に亡くなった人ですけども、とても素晴らしい人です。ゴフマンが発表した работу、で、где показал, что с его точки зрения из-за цезия, выброшенного радио, только по цезию и только по ракам будет около 450 тысяч смертей в мире от Чернобыля. Мои расчеты основаны на общей смертности, не на раковой смертности, как это делает профессор Малько в Белоруссии и так далее, а на общей смертности. Я приводил эти данные. И экстраполяции данных по общей смертности загрязненных районов на незагрязненные 800 тысяч или там 830 тысяч – это за первые 15 лет, а дальше миллионы или там 1 300 000 – это за следующие годы. Все это не важно. Это не... Различия между моими данными и Гофмана я не вижу. Так же, как я не вижу различий между моими данными и данными канадской исследовательницы Розалии Бертель, которая сказала, что будет около больше миллиона человек. Это все принципиально одни и те же цифры. Они действительно в десятки и сотни раз отличаются от цифр, официальных цифр. はい、そして、ゴフマンさんが出した数字でありますけれども、そのチェルノブイリによる死者というのは、彼はセシウム由来の、そして、癌による死者ということで、45万
ですね、程度の数字というものを出したわけであります。そしてまたベラルーシのマリコさんという人もそのチェルノブイリが原因での死者の数字というのも挙げているわけですけれども、私に関してはそのがんに限定をしませんでした。死亡いろいろな理由も含めてですね、死亡全体として、チェルノブイリ由来による死者ということを言ったわけです。そして、80万、83万という数字として、私が挙げている数字は、チェルノブイリの事故以降、最初の15年間ということに限定したものであります。100万の大台に乗るというのは、その15年以上というものをスパンで見た場合でありますけれども、しかし、そしてまた、カナダのロザリア・ベルテルという女性の研究者が、100万以上という数字を挙げているんですけれども、いずれにしてもその私の数字もこのロザリア・ベルテルさんの数字もまたゴフマン氏のですね、数字の上では私よりも半分少ない数字であっても基本的に同じ数字であると、違いは私は見ていません。と言いますのはその IAEA をはじめとしたいわゆるその公式の数字よりも何十倍あるいは100倍多いという意味では私たちは同じグループの同じ数字であると考えています。В моем подходе и подходе таких людей, как я, к оценкам чернобыльской смертности и вообще смертности радиационной, заключаются в следующем и официальных. Официальные нормы рассчитаны для контролируемых условий производства атомного оружия или производства атомной энергии, когда в закрытом помещении известно, какие радионуклиды, известно, сколько минут находится человек в такой-то зоне. Эти нормы, эти дозы неприменимы, эти расчеты абсолютно неприменимы к реальной жизни. Скажи. 人間のアプローチ、そのアプローチに基づいて出しているその死者の数というものでありますけれども、これと公式の数字ですね、IAEA などの公式の数字の何が違うかということであります。その私たちが、そして私自身が公式の数字と呼んでいる IAEA などの数字というのは、あくまでもノルマ、基準というものがはっきりしていると、つまりきちんと管理される条件の下で核兵器を作る、あるいはその原子力の平和利用という形で原子力発電を行うと、それに従事した完全にコントロール、条件のコントロールが可能な人の場合ということであるわけです。つまり完全に屋内になので作業をし、また放射性核種もどういうものであるかというものがコントロールできると、そして何時間何分に至るまでですね、どれだけの条件のもとに身を置いているのかということがはっきりトレースできるということであるわけです。つまり線量という意味でもノルマになっているものであって、ただこれは現実の生活、リアルライフとは何の関係もないものであるわけですね。で、私をはじめとした私たちのようなアプローチをしている研究者が見ているのは、現実の生活、リアルライフにおいてはどうであるかと、どうなってしまうのかということであるわけです。Вы только подумайте, как они рассчитывают дозы. Они спрашивают человека, а сколько минут вы были на воздухе и сколько минут вы были внутри дома? А что вы, сколько воды вы выпили?пол-литра, 100 грамм, один стакан, два стакана. А сколько молока вы выпили? А какие овощи вы съели? Сколько вы съели морковки? Сколько вы съели капусты? И потом эти данные, полученные от 100 человек или там от 1000 человек, обобщаются на всех. Да это же средняя температура по больнице. Это нам ничего не говорит. Это уводит нас в сторону...от реальных данных。つまり彼らですね、公式の数字を出している人たちが言うところの線量というのもどういうことかというと、質問をするわけです。あなたは 何分屋外にいましたか、何分何々という建物の中にいましたか、何分家の中にいましたか、水をどれだけ飲みましたか、100cc ですか、50cc ですか、牛乳をどれだけ飲みましたか、コップ1杯ですか、コップ2杯ですか、野菜をどれだけ食べましたか、人参をどれだけ食べましたか、キャベツをどれだけ食べましたかという質問を100人の人にする。まあ、多くて1000人の人にすると、でそしてこの数字を全人類ですね、いわば全人類に当てはめるという形になるわけです。これはいわば病院の平均気温は何度ですよということをその旗印にするのと同じことであるわけです。つまり現実の人々の生活とは関係のないことであると思います。
дозовый подход ошибочный, нужен подход другой, интегральный, основанный на общей смертности. И этот подход следующий. За 15 лет, вот я приводил эти данные, за 15 лет после Чернобыля смертность в регионах, которые загрязнены больше 1 кюри на квадратный километр, увеличилась на 4%. Потом эти же данные, примерно такие же 4%, оказались и на Украине. Это была Россия. То есть вот исходные данные. За 15 лет после Чернобыля общая смертность территорий, загрязненных больше, чем одного кюри на квадратный километр, увеличилась на 4%. Дальше считайте, и вы получите не уж никак не десятки или там тысячи, вы получите сотни тысяч людей, погибших дополнительно. つまり占領というアプローチはあくまでも現実にはそぐわないということを言いたいと思います。現実にどうに取るべきアプローチというものは統合するというものであるわけです。ですから死亡率に関しても死亡件数に関しても全体的なですね、死亡の死亡率というものを取るべきであるわけです。私がその数字として出したものはチェルノブイリの事故以降15年間の死亡率というものであったわけですけれども、先ほどから数字が上がっているように1平方キロあたり1キュウリの場合はということを見ました。その場合ロシアでは死亡率はですね、そうじゃないところに比べて 4% 上がったということを私は計算、そういうことを測ったわけですけれども、そうしますとウクライナでも実は 4% そういう状況で死亡率が上がっていたのだという数字が出ていたわけです。ということでですね、私たちが出している、そのそしてそれを全体もっと他の地域に当てはめるとということで出てきた数字は、その公の数千人というものではなくて数十万人という規模のものになったわけです。Книжка впервые, эти расчеты опубликованы впервые в 2007 году. Я много раз в аудиториях атомщиков говорил: покажите мне, где я ошибаюсь. Вот расчеты, вот они опубликованы. Назовите мне, какие цифры я привел неправильно, где, какие я действия сделал неправильные. Покажите мне. Вот прошло сколько, 8 или 9 лет, ни одного критического разбора моих калькуляций не было сделано. そして一番最初に私の本が出版されたのが2007年であるわけですけれども、そして本が出版された時点から何度も幾度となくですね、原子力発電に従事している人たちと会う機会がありまして、私のこの本に書かれていること、そして私が本で挙げている数字、間違っているものがあったら指摘してくださいというふうに何回も訴えかけているわけです。しかしながら、そしてまた例えば計算方法が違うと、異論があるというのであれば、はっきり批判的に述べてくださいと訴えているわけですけれども、私の本に関する批判的な反論というものは 今のところ一つも出ていません。Атомщики уходят от открытого разговора. Они боятся открытой дискуссии. Они у себя поливают нас грязью, но боятся выйти на такую дискуссию, вот чтобы один на один можно было аргумент, ответ, ответ, аргумент. Уходят, нет такого. Это удивительно, но это на самом деле так. そして原子力発電に携わっている人たちでありますけれども、陰ではですね、私たちに関していろいろなことを言います。つまりその私たちに汚い言葉、そしてその汚い水を浴びさせけるようなことをしているわけですけれども、オープンな形のディスカッションを必ずからは逃げようとするわけです。つまり一対一でですね、自分が意見を言って、それに対するその反論があって、自分はその反論に対してちゃんと根拠を挙げて反論するということはしません。У них дежурный ответ такой: а эта работа не была опубликована в рецензируемых научных журналах. Я говорю: вот эта статистика, которую я показывал по Швейцарии, по Финляндии, по Норвегии, это не научные журналы. По Японии это не научные журналы. Это демография. Это официальные государственные справочники. Объясните, пожалуйста, почему младенческая смертность в Японии вдруг за много лет впервые увеличилась после Фукусимы? Объясните мне, пожалуйста. Нету разумных объяснений. Такое нету ни одного разумного объяснения, кроме влияния Фукусимы, влияния Чернобыля. А они молчат, они говорят: отдайте мне
покажите нам научную статью, опубликованную в рецензируемых журналах. そしてこの原子力発電に携わっている人たちがいつも主張することは何かといいますと、批評がされる雑誌に載った論文ではないから、これに関しては違いますという言い方をするわけですね。それに関して私が言っているのは、私の本で取り上げられている数字、例えばスイスやフィンランドやノルウェー、また日本に関しても、これはそれぞれの国の政府の統計ですね、公の統計に載っている数字でありますと。人口がどう変わっているか、人口動態上の数字であります。新生児に関してその増えた減ったということも、すべてそういった統計から取っているわけです。そしてチェルノブイリ、そして福島の事故以外に説明する術を私は知りませんと。それに対してあなたの意見を言ってくださいと言いますと、これはその批評されるべき、その学術論文に載った記事ではないということを彼らはあくまでも主張するわけです。ありがとうございます。ではそちらの方。小田原から参りました古川と申します。ちょっと先生に聞くべき質問かどうかちょっとわからないんですが、ちょっと一般的な市民の視点からお話をさせていただきます。今現在日本政府はですね、食物に関してはセシウムしか調べていません。で、土壌についても、どういうわけだか土壌調査を市町村と国はしていないわけですが、そうしますと我々はどこのものを食べて、どこの水を飲んで、どこの地域に住めば安全なのかということがちょっとわからない状態なんですよ。そういったものを記す指標となるものがあれば先生から提示していただきたいなと思います。これそちらの先生で語ればいいですが、よろしくお願いします。この話題に、あとどれくらいの方がご質問をお持ちですか。もう残り時間が短いので、3、4、5、6、あと20分くらいしかありませんので、ぜひとも聞いて帰りたいという人は手を挙げてみてください。 1、2、3、4、5、6、7、わかりました。一人当たり3分ぐらいになってしまいますね。これは情報であって質問ではないというふうに今理解したんですけど、いかがでしょうか。そうですね、先生方がご回答がないということですよね。そうですね、どこの水、どこの食べ物ということは非常に難しい問題だと思うんですけれども、一番責任のなさそうな私がございますが、そうですね、私自身は割と市民放射能測定室の方々のあちこちの数値を割と見比べて、どこの場所だから安全だ出てこないとは私はあまり思いませんので、やはり測定して安全なものを食べるのが私は一番だと思っています。この地域だから大丈夫だ、ここの辺りだから大丈夫だ、その例えば田んぼによってここの田んぼが大丈夫でも、段々になっている田んぼで一番最後の田んぼと一番上の田んぼで全然ベクレル数が違うんですね。だから一番下の方の田んぼだけの、水が出てくるところのを取って大丈夫だと言っても、でも同じ地域の同じ方が作ってる一番初めの水が入ってくるところの田んぼの稲の線量ベクレル数が高かったりするので、やはり私はどこの水どこの食べ物というよりちゃんと測って安全なものがいいのではないかと思います。
すいません、少しだけ延長してもいいという許可がおりましたので、皆さんできるだけ質問は簡潔にいきましょう。では一番前からいきましょう。静岡から参りました田中と申します。ありがとうございます。質問3点手短に言います。1点ですが、1点でお願いします。1点だけ分かりました。2011年の事故時に、東京にいまして、で、妻が妊娠していました。それで、この今回の本によると16週から25週の体内被曝した子どもは障害、精神的な支援などが発生するというふうに書いてあるんですけども、当時妊娠22週から31週まで東京にいました。そこから静岡に逃げさせたんですけども、土壌汚染が600ベクレルぐらいです。測ってみたらそれぐらいありました。これぐらいの汚染度で、22週から31週までの体内被曝というのは、覚悟した方がいいでしょうか。その辺もしお分かりでしたらお願いします。ものすごく早口でものすごくシビアな質問で、すみません、ありがとうございます。私は生物学者でありますけれども医師ではありません。今のお話から言えることは、とても大きなリスクゾーンにいらっしゃいます。そして被爆というものはダモクレスの剣というものではありませんで、すなわち被爆をすれば必ずその危険というものが必ず身に迫って現実のものになってしまうというふうに決まったものではないわけです。ということで、その被爆をしてもですね、その後健康で、十分健康であるということもケースとしてはあるわけですけれども、ただ今お聞きした数字でありますと、将来ですね、お子さんに関して良くない嬉しくない事実というものが出てきてしまうことがあるという心の準備をしておくべきだと思います。десятки тысяч детей. И среди них, когда он увидел, что есть больше 50 бекерелей на килограмм, он этих детей брал и им давал специальные лекарства.そしてネステレンコ氏が晩年何をしていたかといいますと、子どものですね、体内被曝の測定をしていました。そして1キロ、体重1キロあたり50ベクレル以上であるという子どもに関しては、そのどんどん体外から搬出させるようなものというものを与えていたわけです。Есть довольно много разных препаратов, которые позволяют выводить радионуклиды из организма. Если вы знаете, что у вас больше, чем, вот я назвал уже эти цифры, значит, принимайте эти препараты, пектиновые, там какие-то другие, их много разных препаратов. Это можно делать. Будьте, проходите чаще обследование щитовидной железы, хромосомы, ну и так далее, и так далее. Все это есть, все это можно делать, все это можно, ну я не знаю, как есть пословица, информирован, значит вооружен. Вот вы должны знать состояние своего здоровья. И тогда будет легче бороться, легче будет избегать неприятных последствий.そして体内からですね、放射性核種をどんどん出していく物質というものはいろんなものがありまして、例えばペクチン類などもあるわけです。そして甲状腺のチェックですね、お子さんのチェックというものをより定期的に、より普通の人よりも頻繁にすべきであると思います。また染色体の検査というものもより頻繁に検査をされるべきであると思います。情報をきちんと持っているというものは武装しているという言葉座があるわけですけれども、そういった手段はあるし、情報もたくさんありますので、そういったものをどんどん身につけて行使することによって自分から自ら戦うということをしてください。そうすれば好ましくないと思われるような状況に対して先を越す形で戦いを挑むことができるし、何かそういう現象が出てきた場合、出てきてしまった場合でもよりよくきちんと対応できると思います。Значит, уровень хромосом, стабильных аберраций хромосом показывает общий уровень радиации, который вы получили за всю жизнь. То же самое зубы, эмаль зубов
по зубам. Одна десятая миллиграмма, миллиграмма, один миллиграмм, 10 миллиграмм эмали можно провести через специальный анализ, электропарамагнитный анализ, и этот анализ скажет, какую общую дозу радиации, сколько радиации вынок через вас прошло. Это даст уровень уже понимания, беспокоиться надо или не надо. А после этого можно будет, может быть, у половины, у больше чем половины людей нечего беспокоиться. Так давайте сконцентрируемся на тех, кого, о ком надо беспокоиться. そしてまた染色体に関しましてもですね、チェックというものはできるわけです。また歯のエナメル質に関しましても、実際にそのサンプルというものを取ってですね、0.1 ミリグラムといった歯のエナメル質でも、どれだけのその放射性の物質が体を通過していったかということをきちんとですね、測って、結果を出すことが、数字が出るわけですね。つまり、自分に関しても、あるいはその家族を含めた誰かに関しても、心配すべきか、あるいは心配しなくてもいいのかということが、そういったテストの結果、分かるわけですね。そして、自分に関して、あるいはその親しい人に関して、心配する必要がないということが分かったら、では、心配してあげなければいけない、ケアしてあげない人、他人についてケアしてあげましょうというふうに切り替えることができます。ありがとうございます。では次に参りましょう。では一番前の。あ、今日はありがとうございます。IPBNW の土井と言います。ドイツ報告では別の視点から同様のことをしているんですが、2つお聞きしたいと思います。すいません、1点でごめんなさい。はい。今お話になった歯のエナメル質の 0.1 グラムで、内部被曝が分かるというのはストロンチウムのことだと思うんですが、スウェーデンのチェルノブイリ被害評価報告対策書ではストロンチウムの影響が長期に及ぶと言っておりますけれど、そのストロンチウムの影響とその歯の内部被曝の測定について教えてください。皆さんの同意по поводу эмали, да, вот зубов вы сказали 0,1 граммов, можно понять о внутреннем облучении. Я понимаю, что речь идет о стронциуме, но шведские власти говорят, что стронцию это как бы долгосрочно имеет влияние. Как вообще у вас стронциум? Зубы, эмаль зубов, не только эмаль зубов, керамика, кирпич, плитка кафельная, везде, где есть кристаллы. И есть какой-то уровень радиации, везде кристаллы эти изменятся. И парамагнитный резонанс покажет вам с точностью примерно 15-10% общий объем радиации, не только стронция, а любой радиации, которая прошла через, вот, ну, через зубы, через кирпич или там, через кафельную плитку. И это даст нам понимание того, опасно или не опасно дальше. Может быть, не надо дальше и делать ничего. Или наоборот. Опасно, и тогда надо будет уже детальные анализы делать. А где скопился? А какой радионуклид? Стронций или цезий, или плутоний, или там америций? Это уже дальше. Но сначала зубы нам покажут общий уровень радиации, не только стронций. この歯のエナメル質に限定された限られたわけではありませんで、そのクリスタルが存在するもの、つまりタイルであってもレンガであっても何らかのその結晶体があるもののところに放射性物質が通過すると、それがきちんとですね、その過去の累積というもの、過去のどういう経緯であったかということが分かるわけですね。誤差が、あるいは偏差が5から 10% での精度で、正確度で分かります。そしてストロンチウムのみならず、その他の放射性の各種に関しても分かるわけです。つまり、今後に関して危険があるかないかということが分かるわけです。そしてより詳細なことも分かりまして、どこに何がどう蓄積しているのか、蓄積しているのであればですね、ストロンチウムであってもセシウムであってもプルトニウムであってもアメリシウムなどであってもということで分かりますので、今後に関して危険があるのかないのかで、危険があるということが出ればそれをどう対策を取っていくのかということがまたその後考えていくことができるわけです。конечно внутреннее облучение зубы не особенно покажут, но хромосомы, стабильные аберрации в хромосомах обязательно покажут вам внутреннее облучение, обязательно. А дальше уже, ну,
Дальше можно будет думать, а что надо делать? Против раков или против увеличивать иммунитет. Ну, там десятки уже, сотни разных вариантов, что дальше делать. Но сначала нужно определить, опасность есть или нет.そしてもちろん内部被膜、被曝に関しましてはエナメル質はそれほど物語ってはくれないわけですけれども、内部被曝に関しては染色体のテストということを受ければいいわけであります。そしてその今後の危険ということに関しても、例えばがんの危険があるのかと、あるいはその免疫異常、免疫に関して問題があるのか、だから免疫を良くすると引き上げるようにしなければいけないのかということで分かるわけですね。いずれにしても危険があるのかないのか、あるとすればどこのポイントで危険があるのかということが判断できますので、その後どういう手段を取っていくのかということは、現在の世の中では何百種類も方法というものがあります。ありがとうございます。では次行きましょう。ではそちらの、不適切な質問かと思いますけれども、除染について一つお願いしたいと思うんです。で、実はこの英語で言うとディコンタミネーションでございますけど、この本でどこにあるかいろいろ調べたんですけど分かりませんで、英語版を調べました。一箇所だけございました。ところがその訳はですね、体外排出という、当然ディコンタミネーションのこういう医薬の方、これはですね264ページでございまして、で、その除染でございますけども、確かチェルノビールの場合には除染もやっとったと。しかし確か10年ぐらい前からそれは意味がないということでやめたということをなんかで確か英語の文献で読みましたんですけど、これについて何かコメントございましたらお聞かせ願いたいと。我々今現在手抜き除染なんていうと、去年と今年で数千億円ずつ金をつぎ込んでる、政府がつぎ込んでおります。そういう点について私、女性は意味ないんじゃないかと思ってますんですけども、よろしくお願いいたします。一点だけちょっと翻訳上のどう配慮したかというと、体の除染の場合は体外排出とか排泄というふうに崎山先生を含めた専門家の方に伺って、それがふさわしいだろうということで、環境 の今日本で言われているような環境の除染の場合は除染という言葉がいいと思いますけれども、あ、どうですか。В России, в Украине, на Беларуси опубликовано много работ, посвященных дезактивации, рекультивации, как вести сельское хозяйство, как вести лесное хозяйство, как вести рыбное хозяйство безопасно, относительно безопасно на территориях радиоактивно загрязненных. Все эти методы, технологии известны. Вывод вот какой. Можно организовать и сельское хозяйство, и рыбное хозяйство, и лесное хозяйство относительно безопасное на загрязненных территориях. Но это будет стоить очень дорого. Надо быть готовым к тому, что без помощи государства, без дотаций, такое безопасное хозяйство на загрязненных территориях вести не удастся. То есть по-старому нельзя. Да, можно фермерам жить, но эти фермеры должны будут получать большие дотации. Так скажем, перейти от выращивания риса на пищу, выращивание там какого-то продуктов для биодизеля или чего-то еще. Я не знаю, это можно все делать. Об этом много написано. Это, честно говоря, действительно не этому посвящена книга. А в книге есть глава, посвященная опыту выведения радионуклидов из детского организма. Этот опыт потрясающий совершенно. Под контролем двух авторов, там в книжке четыре автора, два соавтора, отец Нестеренко, я о нем говорил, и сын Нестеренко руководили, сын, отец умер, небольшим институтом, частным институтом неправительственным в Белоруссии, и под их контролем находится до 300 тысяч детей.
они проверяют 10 сечей, 10 сечей. И вот в течение года они пытаются этих детей просмотреть через сечи. И если увеличено содержание радионуклидов, тогда они применяют пектиновую декорпорацию. Пектином. Это самое дешевое. Вот из всех препаратов, которые я знаю, самые дешевые и самые эффективные – это пектин. Яблочный пектин или там ягодный пектин. Это довольно легко. И примерно через месяц объем радионуклидов в организме после приема, ежедневного приема пектина, сокращается примерно на 30%. Это данные опубликованы в научных журналах, и в нашей книжке об этом целая глава. はい、除染ということに関しましては、つまり汚染された地域でありながら、どうやれば農業、林業、漁業などを相対的にですね、安全に行うことができるのかという本、まあ、その他の論文も含めてでありますけれども、それはロシアでもウクライナでもベラルーシでも相当の数のものが書かれております。で、どのような技術、テクノロジーによってそれが可能になるかということは、そういった本も出ていますし、一般的にすでに広く知られることにものになっております。ということで、結果から言いますと、その汚染地域においてもですね、相対的に安全に農業、林業、漁業、を営むことはできるわけですけれども、それは大変に高くつきます。ですから政府などからの補助金なしでやっていくということはできないと思います。また昔その事故以前と同じような形での農業林業漁業を行っていこうというのは、その資金援助を得て上でも難しい、あるいは不可能になるかと思います。つまり、以前、事故以前であれば、食用になる米を作っていたところでも、今後は、その後は、事故後はそれができなくなると。で、例えばですね、その燃料にする、そのバイオ燃料のための食物を作るということに切り替えなければいけないといったような形になっているわけであります。まあ、いずれにしましても、そのご質問の方のご指摘のとおり、私が書いた本は、そのことに関する本ではないわけです。ではその放射性の各種の体外排出ということに関しましては、子どもの体内からどう排出させるかということに関しての例は確かに本に挙げておりまして、これは先日亡くなったネステレンコ父とですね、シニアとネステレンコジュニアがベラルーシの NGO で行っていることであります。お父様のネステレンコ氏は亡くなりましたけれども、息子のネステレンコ氏は今でも続けていることであります。約3000人のベラルーシの子どもたちを彼らはずっとそのモニタリングをしておりまして、体内のですね、その濃度が上がってしまったということになりますと、ペクチンを含んでいるものを与えることによって、その数字を下げているわけです。で、ペクチンというのは一番その考えうる手段の中で一番安いものであって、一番効果が上がっているものであります。リンゴあるいはその野いちごなどをもともとの原料にするものでありますけれども、1ヶ月毎日それを与えることによって、約 30% ほどですね、数値を下げることに常に成功しているという例であります。Выучить, какие ягоды накапливают больше радионуклидов, какие сорта капусты накапливают больше радионуклидов, какие грибы больше, разные виды грибов на порядок по-разному накапливают радионуклиды. Надо знать, что растительноядные рыбы меньше накапливают радионуклидов, чем хищные рыбы. Ну и так далее, и так далее. Это в наших справочниках, в российских, ну, в украинских, белорусских, все это есть. Это можно, то есть немножко по-другому изменить жизнь. Нужно быть предусматривать, что вот эта беда, радиационная беда свалилась на нас, и с ней надо жить, и надо жить, ну вот, максимально безопасно. Есть справочники, давайте изучать, давайте смотреть. そして、手引き書というものはですね、実はそのロシアでもウクライナでもベラルーシでも相当数のものが出ているわけです。どういうことかといいますと、その具体的に食品別に、どういう食品がですね、放射性核種を溜め込むかということについての手引き書というものが例えば出ています。それも例えばキノコであっても種類が違えばですね、その放射性核種を溜め込むその度合いというものが桁が違うと
ということがあるわけですね。キャベツ類に関しても、あるいはそのキイチゴ類に関しても、種類によってその放射性核種をため込む力というものは桁が違うわけであります。そしてですから少し自分たちの生活を変えなければいけないということだと思います。こういった災難が降りかかってしまったわけでありますので、すでにその確かであることがその実績として分かっている情報というものを取り入れていってですね、その生活の仕方を変えていくということが必要であるかと思います。ありがとうございます。皆さん残念ながら最後お一人ということなんですが、ぜひともという方、なるほど、何人かおられますか。では、そうですね、何人かおられますので、今日は福島から来られた方々も何人かおられますので、福島からいらして、ぜひ質問をしたいという方がいらっしゃったら、そちらの方にお譲りいただきたいなと。という方がおられないということで、あ、ではどうぞ。福島から来ました、橋本と申します。1点だけ、ずっと福島は、まあ、私は医療活動をやっているものなんですけれども、福島の方で最近まあ、震災後2年が経ちますけど、土の上を歩いた子どもたちがいないということ の情報ですね。つまりその乳幼児でお母さんがずっと抱っこしたままその土に触れさせない、そういう状況で、まあ、これは放射線の核種の直接的な影響ではないんですけども、そういうそのベラルーシとかそのチェルノブイリでそういう事例とかそういったことがありましたら、もし教えていただきたいと思います。И дети никогда не бегали босиком по земле. Вот такие примеры были в Беларуси, на Украине, после этого. Ну, конечно, если детей держать на руках, они меньше будут радиационно загрязнены. Но ведь им надо все равно, детям-то развиваться надо. И вот нельзя все время держать ребенка на руках. もちろん子どもをずっと抱っこしていれば、放射性核種に触れる度合いというものは減るわけですけれども、ただ子どもは発育しなければいけませんので、ずっと抱っこされているわけにはいかないわけです。Да, действительно, можно почву сделать из почвы очень дорогое удовольствие. Вы это знаете. Можно любую территорию очистить. Но опять же возникает вопрос: а куда мы денем эти радиоактивные отходы?Значит, где-то в одном месте мы очистим, а в другом месте сделаем хуже. Ну, вообще надо, конечно, беспокоить. Вот, например, надо прежде всего во всех городах, надо посмотреть, вот в сильно загрязненных территориях очень много радионуклидов было под водосточными желобами. Вот там, где течет вода, там вот очень много было. То есть не нужно тотальной очистки территории. Иногда нужно просто посмотреть внимательно. Ну, я вам скажу так. Москва, например, по Москве ходят люди с радиометрами, и примерно раз в 5 лет в каждую улицу проходит человек с радиометром. Обязательно. И находят везде какие-то каждый год в Москве 70, 80, 100 точек, которые надо ликвидировать радиационно опасно. В Москве, которая далеко от Чернобыля. Я совершенно уверен, что в Токио такая же ситуация. Нужна специальная служба, которая бы с радиометрами каждый шаг, каждое место просмотрела и ликвидировать те места, где много радионуклидов.そして当然ながら、まあ、除染をしていたところで遊ばせるということはできるわけですけれども、除染をする、例えばその土を剥ぐと、その剥がれた汚いものをですね、どこかに持っていって、その持っていかれたところは以前よりも状況が悪くなってしまうということは確かになるわけですね。で、まあ、ちょっと言葉を変えて説明を答えを続けたいと思いますけれども、その汚染がひどかった都市であっても、琴ノ葉か汚染がひどかったところというのは、その雨水がたまるところであるというのは、まあ、よく皆さんもすでにご存知のことかと思うわけですね。ですから、除染に関しても、すべてのところを除染するというのではなくて、その測っていって、特に汚染がひどいところを除染するというやり方にならざるを得ないと思います。モスクワであっても、今でもですね、5年に1度は、どこ、その、ある、通りであれば5年に1度は必ずその当局の人がその
測定器を持って、その放射線の状況というものを必ずチェックをしています。そしてモスクワというチェルノブイリから相当離れたところであっても、そういったチェックをした結果、1年に70、80あるいは100箇所の除染すべきポイントというものが発見され、除染が行われているわけですね。ですから、まあ、この質問に対して私として答えができるのは、とにかく、まあ、測定をして、汚染のひどいところを除染をしていくということしかに尽きるのではないかということです。Перед этим выступлением я давал интервью детскому журналу, и они меня спросили, какой месседж ребенку. Я долго думал и потом сказал, люди, а сейчас я скажу, повторю это не только как ребенку, но и как взрослому. Надо понимать, что вокруг нас появился, в нашей окружающей среде появился враг, невидимый и очень опасный. И мы должны быть все время думать о том, что это может быть. Невидимая и опасная радиация. Да, мы знаем, как с ней, как ее обнаружить и как с ней бороться. Вооружен, информирован, значит вооружен. そして、今日のこの講演会の前に、私は子ども向けの雑誌の記者の方のインタビューを受けたわけですけれども、そしてそのインタビューの最後に、では子どもたちへのメッセージをお願いしますと質問されて、しばらくですね考えて、そして答えた言葉がありますので、それを子ども向けというふうに限定する必要ないと思いますので、大人である皆様にも送りたいと思います。私たちが、今の私たちが理解しなければいけないのは、その目に見えないけれどもとても危険な敵に囲まれているということを認識しなければいけない。その敵というのは放射線であると。ただその敵をどうすれば発見できるのかと、そしてその敵にどういう対抗措置を取ればいいのかということは私たちは知っている。だからきちんとした正しい情報を持っているということは、戦う手段を持っているということであるので、どんどん知識を身につけましょうと。ありがとうございました。それでは皆さん、もう一度皆さん、博士に拍手をよろしくお願いいたします。そうですね、私もそう思います。ありがとうございます。ありがとうございます。客席の方から通訳の方が本当に素晴らしかったというお声もいただいて、今お名前吉岡さんとおっしゃる日本でロシア語の通訳の第一人者でおられる方ということです。もう下がったのしまいましたが、ありがとうございます。それでは最後にプロジェクトの代表である星川さんに一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆様、今日はたくさん来ていただいて、そして本もたくさん買っていただいて、熱心に、ヤブロコフ先生の話を聞いていただいてありがとうございます。あとは我々日本人が、まあ、主にですね、担っていく問題であるので、ぜひ知恵と力を、合わせ、お金もたまには合わせ、いろいろ持てるものをですね、合わせて、なんとか、解決や対処のより良い対処の仕方ができる社会にしていきたいと思います。そのために、今日も質問を文書でいただいたりしてるんですけれども、翻訳チームはもう2年間やってヘトヘトでですねこれ以上何かその例えば翻訳チームが全部そういう、日本語での質問を受け付けて英語やロシア語に訳してその仲介をするというようなこと
ことをできるのかどうかっていうのはちょっとまだ話し合っていませんで、まあ、多分それ難しいんですね。ですからできれば直接山本さん英語は分かりますので、ま、身の回りの人たちで協力して英語にして、質問していただくとかそういうことで、まあ、持てるものをみんな出し合って、ぜひこの福島後の日本というものを、なんとか人間らしい、生きていけるそして未来、を語れる、持続可能な、ものにしていく努力をしましょう。ありがとうございました。真子さん素晴らしい司会進行ありがとうございました。